ゴールデンウィーク特別企画。皆さんこんにちは、うぶ主のパトです。今回はゴールデンウィークの特別企画ということで、スーパーマリオワールドの最短クリア実況をやっていきます。ルールは簡単、ゴールデンウィーク内でどんな方法でもいいからクリアする。これは僕のゲーマーとしてのプライドをかけた戦いなので、絶対にクリアしたいと思います。ということで早速始めていきましょう。ということで、まずはこのメンバーで実況を行います。この無謀とでも言えるこの企画、結果がどうなるか楽しみだわ。とりあえず、頑張れよ、うぶ主。ちなみに賞賛はあるの？僕はこのマリオを完全クリアをしているんだ。つまり、このゲームは全て知り尽くされてるんだ。なるほど、でも確かにそうでもないと、最短クリアは難しいわよね。でも、クリアしたのが約2年前だから、覚えているかは別問題だけどね。怖いなそれ。あと、スペシャルゲストで、あのオデッセイでも活躍したマリオが実況に参加してくれます。やあやあ、皆さんお久しぶり、マリオです。あと、僕、ヨッシーもいますのでよろしくお願いします。よし、メンバーが揃ったところで実況を始めていきます。毎回懲りずによくやるよな。あとルイージ、ちょっと落ち着け。ちなみにルイージの出番はありません。かわいそうなんだぜ。さすがは永遠の2番手ね。それじゃあ、マリオ、ダッシュでお願いね。よし、今日は見たいドラマがあるから、すぐに終わらせるぞ。時計ふう、ショットなから気持ちがいいね。今回のマリオテンション高いわね。いや、忘れてただけで、いつもあんな感じだったぞ。これからは僕も参戦だよ。よし、かなり楽になった。でおい、移動中につまみ食いするなよ。腹が減ってはクリアはできぬって言うじゃない。確かに。いや、ねえよ。うわ、いきなり変態が現れたわ。今回ああいうのは虫の方向で。なんかさっき登場しそうな敵がいたけど。遅いからスルーで。今回の僕は新幹線のごとく、速攻でクリアするよ。ダメだ、変態。おお、もう第1ステージをクリアなんだぜ。とりあえずこのペースなら問題なさそうね。楽勝。よし、次もガンガン行くぞ。今回はアスレチックステージね。慎重に進まないとって。全然慎重な気配がない。さあよし、このペースでガンガン進むんだ。おっと、危ない。ヨッシーを犠牲にした。この仕掛けなし。バスが当たったんだぜ。ああ、最初っからだよ、まったく。それでも慎重に進む気全くなし。てめえ、よくもさっきは見捨てたな。悪い悪い、今度は絶対にしないから。あ、やってる。またやりやがったな。まさにけど。まあ、過ぎたことは気にせずに先に進もうか。ヨッシーが簡単に切り捨てられたわね。また、そんなペースで行くと、落ちるぞ。大丈夫、むしろヨッシーがいないことで、なんか調子がいいよ。ヨッシーが聞いたら激怒間違いなしね。それにしてもまだゴールじゃないの、長くない？大丈夫だよ、もう少しで終わるから。ほんとだ、ゴールだ。これで第2ステージもクリアね。ヨッシーが犠牲になったが、まあ、よかったんだぜ。次は水のステージだね。よし、フラワーも手に入れたし、早速クリアしようか。なんでコーラ持ってるの？なんとなくかな。というかさっきから、障害物に当たりすぎだろ。いや、これ、僕が着地したタイミングでいるもんだから避けられなくて。ほんと、またぶつかったわ。なんとか抜けたわね。まだコーラ持ってるの？種も仕掛けもございません。コーラがキノコになったわ。いつの間にそんなマジックを。
ゲームの仕様さ。なるほどね。いや、寝たいから。次はお城ね。さて、雑魚狩りと行きますか。キップ。なんて硬いケツなんだ。失礼な、僕のもちもちのお尻を。想像したくないわ。反対側にいた亀を叩いて落としたわね。いや、目の前にいるとなんか無性に腹が立って。何かあったの？いや、何もないけど、反対側だから、目が合うんだよ。なるほどね、だから落としたのね。それなら納得だわ。いや、だからって目が合うからって叩き落とすってなかなかやばいだろ。今追いかけて叩いただろ。いや、なんか叩いて欲しそうな顔してたから。どっちが悪かわからんな。どうしたのマリオ？いや、ずっとフェンスを持ってるから、手に食い込んで痛いんだよ。そこはマリオでも痛いのね。そしてさりげなく亀を落とす。そこに痺れる。憧れる。よし、後でお前らもフェンスから落としてやろう。あれ、何もないじゃん。マリオ、上だよ。ほんとだ、こんな仕掛けだったのか。まったく、この程度で僕が倒せるとでも思ってるのかな。しかも、ちゃんとかわせるようにできてるしね。そこは、敵なりの優しさよ。いつも思うんだけど、自分の城をこんなトラップだらけにして、普段は困らないのかな。いつか自分の作ったトラップに引っかかってそうだな。それを言ったらクッパなんて結構な高確率でマグマだらけの城を作るよね。あ、こいつもだ。つまり亀族はバカばっかってことね。こんなやつ瞬殺だよ。もう第一ステージのボスを倒したわよ。今のところこの動画は6分40秒くらいだね。でもまだまだ始まったばかりよ。いや、ここからは近道していくよ。この城を壊すのが僕の一番の楽しみなんだよね。やっはー。楽しそうで何よりだわ。よし、ここから近道で行くよ。ここに裏ルートがあるのか。うん、ここからは全部裏ルートクリアで一気にクッパの城に行くよ。まずはこいつから羽を取らないとね。あ、やっぱりマントついているとステージもすごく楽になるよ。あ、とりあえずもう一個羽を取っておこう。変態が妨害してたわね。あ、マントが消えたわ。マント状態じゃないと裏ルートに行けないんだけどな。まあ、まだ羽を持っているやつもいるだろうし、大丈夫だろ。ほんとだ、僕の真下にいた。とりあえずここでもう一個羽を取っておこうよ。もう、変態が邪魔だな。とりあえず変態が邪魔だから先に行くね。せっかくだから飛んで移動しよう。おお、すごく飛ぶな。しかも受けるのね。掘れるなよ。掘れないから安心しろ。あ、この卵は。てめえ、一度ならずにどまでも僕を落としやがって。まあ、まあ昔のことは忘れて一緒に頑張ろう。後で覚えてろよ。とりあえずここから裏ルートへ移動します。さあ、行こう、道の領域へ。おお、この鍵が裏ルートへの入り口か。次は湖の中ね。ここも裏ルートがあるから、そこでクリアします。そういえばマリオって、水の中でも息できるの。ガボボボボボ、ブルジー。おい、溺れてるぞ。って、嘘ー、全然平気でエース。屋上行こうぜ。久しぶりに、切れちまったよ。まあ、まあ、ここ周辺に屋上ないから勘弁してよ。ここ湖の中だしね。とりあえず陸に上がったら一遍やっとく。そうだな、陸に上がったら私のマスパで一瞬にして丸焦げにしてやるよ。僕、敵ばかり増えるね。自業自得でしょ。水の中だとどうしてもスピードが遅いから時間がかかるね。しかも魚が多いから、油断もできないしね。とりあえず中間までは来たな。あ、ヨッシーちゃんと魚食べてよ。お前の指示が下手なんだろ。なんだと？なんかずっと喧嘩してますね。そうね、仕方ないけど、ヨッシーの口調が最初の方から悪いもんね。まあ、2回も谷に落とされたら、誰でも怒るよな。ヨッシーがスイッチを加えてると途中で飲み込む可能性があるので、ここからは手で持ち運ぶね。へん、ここからは僕一人で行くもんね。へへ、ぶつかってやんの？見てろ、絶対にこれを裏ルートゴールまで持って行ってやるからな。って言ってる間にダメージ受けてるんだぜ。もう、控えのキノコがないから気をつけるのよ。って言ってる間にもう後がないわね。よし、あとはここでボタンを押す。結構ヒヤッてしたけど、うまくいったんだぜ。よし、この鍵を鍵穴にさせたら。
よし、次はお化け屋敷ね。レッツゴー。あ、しまった。このお化け屋敷の裏ルートに行くためには羽がいるんだった。そうなのか。うん、と言ってもちゃんとした方法をすれば、ちゃんと裏ルートには行けるんだけど、正直、めんどくさいのとやり方を忘れたから、マントで飛んで行った方が早いんだよね。ということで、今から羽狩りをします。みんなの前で堂々と物を奪う、主人公とは思えないんだぜ。みんな裏ではやってるよー。何かの勧誘みたいに言うな。お勤めご苦労様です、エイヤ。マリオに住まれる仕事って誰も得しないわね。マリサならいいの。マリサなら、むしろ普通に歩いてる小さい隙間にスライディングして踏まれに行くわ。いや、でも罵倒されながらでも、優しくても私はマリサなら何でもいけるわ。お前と無視、アリスの変なスイッチをすなよ。ごめん、アリスも、変態だってこと忘れてた。なんか楽しそうだね。僕もなんかテンション上がってきたよ。あ、話に入ろうと思ったら終わってしまったわ。どんまい。この大きなテレサはどうやって避けるんだぜ。とりあえず今持ってるバネを使って避けようか。早くバネ使いなさいよ。うん、なんか可愛くて何回もいたずらしちゃった。え、どこが可愛いんだぜ。全然驚いてないのに、それでも一生懸命に驚かしに来ているところ、意味が下水。とりあえずもう少しで裏ルートのある部屋に到着するからね。ここがそう？なんか入り口があるんだぜ。あれ宙に浮いてるけど、どうやって中に入るのかしら。スイッチを踏むと確かブロックが出てきた気がするよ。あと、あの宙に浮いている扉に入ったら確かループするから通常のゴールもできないよ。あれ、上にも道があったんだぜ。ボタンを押すと、あそこに裏ルートの扉が出てくるんだよ。なるほど、つまり正規ルートであそこに行くのは結構大変だから、無理やり飛んでいこう、ってことだったのね。そうだよ、この方法はこのゲームを知り尽くしてないとできないよ、とや。って、いきなりボス戦だぞ、うぷ主。あ、大丈夫大丈夫、こんなの大したことないから。うん、ここはマリオに任せておこう。ねえ、詰め寄られてるわよ。そんなものこうするのさ。おお。掘れるなよ。だから掘れないから安心しろ。よし、これでとどめだな。あっさり終わったわね。まあ、僕の敵じゃないってことだよ。そんなポーズよそれ。何回どうしようとしたら、こうなった。なかなかダサい決めポーズだな。お、まさかのスターロードなんだぜ。今回はここまでにして、次回からはスターロードを攻略してグッパの城に向かうよ。スターロードはなかなか癖のあるコースが多いから頑張らないとね。ということで、今回の実況はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。面白かったらぜひチャンネル登録をお願いします。他にもいろんな動画がありますので、ぜひ見ていってね。過去の動画は再生リストにまとめてるので、そちらを見ていただくとよりパトパトチャンネルを楽しめますよ。ぜひぜひ見ていってくださいね。次回もお楽しみに。それでは次回でお会いしましょう。さよなら。